こんにちはスタイリストの大山俊です 今回の動画では1月22日に発売になりましたユニクロ U の春夏新作のアイテムをですね実際に買ってきましたのでこちらをですね動画でレビューをしてみたいなというふうに思っています、まあ、正直ですねこのような当日レビューというのはしばらくは控えておこうかなと思ったんですねというのも先日発売になったプラス J がものすごい賑わいだったんですね、まあ、僕自身も当日に行ったわけなんですがめちゃくちゃ混んでいまして整理券まで出されていて、まあ、そこまでして買う必要はないかなと思ったので当日 当レビューはちょっと控えようかなと思っていたんですがやっぱり人というのはですね時間が経つと忘れ物なんですねユニクロ U の新作をですね当日に買って皆さんに動画をお届けしたいという気持ちが勝ってしまったので今回は動画を撮影をしています、まあ、今日はですねいろんなファッション系 YouTuber の方がユニクロ U のレビュー動画を上げてるかなと思うんですがその中でも僕自身はですね30代40代の大人の男性に向けて僕が実際に買った6点のアイテムをですね カウントダウン方式で皆さんにですね、レビューをしてみたいなというふうに思っています。こちらの動画では、大人の男性に向けて、メンズファッションの基本ですね、わかりやすく解説しています。こちらのチャンネルよりも、中級者的なアイテムですとか、コーディネートの解説に関しては、もう一つ僕が運営してます、YouTube のメンバーシップ動画の中で解説をしてますので、よかったら下のリンクの方からチェックをしていただければなというふうに思っています。それでは早速行ってみましょう。 はいといとうことでここからですね僕が実際に買ったものをトップ6という形で6位から順番に解説をしていきたいなというふうに思っていますまず6位のアイテムなんですが僕が今実際に着ているこちらのニットなんですね商品名は 3D クルーネックセーターかっこ長袖なんですね色に関しては結構いろんなバリエーションがあるんですが 僕はブラックを選択しました。まあ、事前にですね、あげていた動画ではナチュラルの方が気になるというお話をしていたかなと思うんですが、僕は結局ナチュラルも着てみたんですが、ちょっとしっくりこなかったんですね。かなり明るめの色ではあるんですけども、ホワイトのようなパキッとした明るさではなくて、柔らかい雰囲気の明るさなんですね。この色がですね、僕の中ではちょっとしっくりこなくてですね、今回は見送ることにしました。そして代わりに買ったのがこちらのブラックなんですね。まあ一応表記はブラックなんですけども、色味がですね、ちょっと曖昧なんですね。ダーークグレーの用意も見えま ますし場合によってはちょっとネイビーっぽさもあってすごくですね質感の良い,いブラックに仕上がっているかなと思っています、まあ、形自体はめちゃくちゃオーソドックスなんですねすごく特徴があるものではないんですね一応3 d ニットと謳われていますがデザイン的にはですねそんなに大きな特徴はないかなというふうに思っています、まあ、その分ですねかなり使い勝手が良くてこれから春夏にかけてはめちゃくちゃ重宝するアイテムなのかなというふうに思っています面が70%で朝が30%混合されているんですねですので質感としてはちょっとザラっとした感じ 感じになってていまして今時期だとこのメリットはあんまり感じないんですがこれから春夏になった時にですねさらっとしたニットもいいんですがこういったちょっとですね凹凸感があってざらっとしたものの方が肌離れが良くてベタベタしないんですね。 そういった点でも使い勝手がいいですしこの凹凸感のある質感っていうのもすごく雰囲気がいいので地味ではあるんですけどもめちゃくちゃゃくく活躍しててれるよううなななアイテムなのかなといいううに思っていますこちらのニットはですね大人の男性にすごく似合いやすいニットだと思いますので是非店頭でチェックをしていただければなと思っています。 はい、続い続て第5位のアイテムをご紹介したいなと思っています今着ているこちらのアイテムなんですが商品名はジャージーシャツジャャャーーシツケット、色はですね、ブルーを購入しましまた。こちらに関しては事前の動画でもですね、かなり注目していまして僕自身もですね、楽しみにしていたんですが今回買った中では5位にランンクインをさせています。まあ、正直そんなに順位は高い方ではないんですけどもそれでも5,990円でこのようなシャツアウターが買えるというのは かなりコストパフォーマンスがいいのかなというふうに思っていますただ僕の中ではちょっと期待値が高すぎたんですねですので実際に来た時のですねワクワク感が そこまで高くなかかったかなというのが正直なな感想になっていまで、まあ、デザインに関してはここ数年のトレンドになっていますシャツアウターをベースとしていまして大きめの胸ポケットがですね1つのアクセントになっているんですがその感じはすごくいいのかなというふうに思っています、まあ、去年の春夏もですねユニクロ U で同じようなシャツアウターがあったんですがそちらと比べると大きな違いというのはこちらの方がちょっと短めの仕上がりになっているんですね。でででですすすので最初僕はですね S サイズを着てみたんですが どうもしっくりこないなと思ってその理由がやっぱり着丈のバランスなのかなと思ってワンサイズ上げて M を着てみたんですねそしたらワイとしっくりきたので僕はこちら M サイズを購入しました、まあ、ワンサイズ上げたことで身幅なんかのバランスもですねちょっと大きくなったので、まあ、正直言えばそこまでベストなサイズ感ではないのかなというふうに思っていますただ今っぽいデザインの雰囲気だとかあとは色味ですねこの色味がすごくいいんですね、まあ、ブルーという表記なんですけどもちょっと深めのグリーンっぽくも見えまして、まあ、ユニクロ U が得意 とするカラーななのかなといいう,うに思っていますすごくいいアイテムではあるかなと思うんですが当初の期待値が高かったのと実は去年のモデルの方が個人的には好きかなというところがあって今回は5位にランクインをさせていただきましたただ先ほどもお伝えした通りこのようにデザインと価格のバランスを取れたものが6000円前後で買えるというのは間違いなくコストパフォーマンスが高いので大人の男性にもですねおすすめできるようなアイテムなのかなというふうに思っていますはい続いて4位のアイテムをご紹介したいなと思うんですが それがですね、今僕が着ているこちらのコートになりますね商品名はステンカラーコートで色はですねダークグレーを選びましたこちらもですね事前の動画でも解説してましたが実際に着てみてすごく良かったので皆さんにもご紹介したいなというふうに思っています、まあ、シンプルなステンカラーコートはユニクロの通常ラインでも展開があるんですけどもそちらに関してはサイズ感も結構コンパクトでベーシックで使いやすいアイテムなんですね一方でこちらのユニクロ U のステンカラーコートに関してはまずはサイズ感がかなりゆったりめになっているかなというふうに思って 僕が今着てるのは通常サイズの S なんですけどもこれは結構たっぷりめのサイズ感になってまして着丈も長いんですねちょっとです、ね、先端まで見えなくて大変申し訳ないんですが膝下 10cm ぐらいまであるので 結構ゆっっったりめのサイズ感ににななてていいるかなという,ふうに思っていますですので皆さんの通常のサイズを選んでもらうか場合によってはワンサイズ下げてもですねバランスがいいのかなと思うのでそこら辺のサイズ選びには注意が必要かなというふうに思っていますで僕が結構気になったのが素材の質感なんですね通常のユニコーンのステンカラーコートというと今まではですね結構下線っぽさというところが目立ってしまってあまり好きではなかったんですけども、まあ、今回のこちらに関してはですね綿が70%ナイロンが30%ということで 少しですね風合いが変わるのかなと思っていたんですがこれはなかなか自然で雰囲気がいいのかなというふうに思っていますこの素材の風合いで通常のステンカラーコートもあったら僕は欲しいかなと思うぐらいですね結構生地の雰囲気が良かったのでぜひ皆さんにもですねお勧すすめしたいコートかなというふうに思っています、まあ、デザイン自体は結構オーソドックスなんですけどもサイズ感で今っぽさというところを出しているというところそして色合いですねダークグレーという色今期もですねやっぱり多かったんですね、まあ、ネイビーですとかブラックのようなベーシックカラーに比べると ちょっと都会的で今っぽい雰囲気が漂いやすいのでこういった色もですね、ぜひ皆さんにはトライをしていただきたいなというふうに思っていますはい、続いて3位のアイテムをご紹介したいんですが今僕が着ているこちらのアイテムですねユニクロ U の定番アイテムとなってますオーバーサイズのスウェットプルパーカーになりますね、まあ、こちらのアイテムに関しては僕はですね毎シーズン1個は買うようにしてるんですね 今手元にあるのはブラックと先シーズン買ったピンクなんですけども両方ともですねものすごく使い勝手が良くて僕は日常的にめちゃくちゃ使ってるんですけども今季のですね新しいカラーとしてこちらのカーキが今回は発売になりました その色味がですねなかなかいいんですねまあ、僕はですね最近ブラックのアイテムが多くなってきているのでパーカーまでブラックにしてしまうとちょっと重たくなってしまうんですねそういう時に内側にはですねちょっと違った色を入れたいなと思うんですがこのカーキの色味がですねなかなか絶妙でめちゃくちゃ気に入っていますまあ、ユニクロ U って色使いがですね結構特徴があってなかなか言葉で表現しづらいような 絶妙な色使いというところがすごく魅力的だなと思うんですがカーキといえばカーキなんですけどもちょっとブラウンだとかベージュっぽくも見えたりしてすごくですね、品のいい色合いに仕上がってるかなというふうに思っていますこちら1枚で着てもですね、十分に存在感がありますし重ね着をする上でもですね、重宝するのでこれはですね、持っておいて損のないカラーなのかなというふうに思っています。 でサイズ感に関しては最初からゆとりがありますのでワンサイズ上げるのではなくて通常のサイズ選びで問題がないかなというふうに思っています一応僕もですね S と M を着てみたんですが M だとさすがにもたつくかなと思ったので S サイズを購入しましたもっとですねトレンド感を強く出したい場合はサイズ感を上げてもいいかなと思うんですが大人の男性がやりすぎない範囲のトレンド感を出したいのであれば通常サイズで問題がないかなと思うのでぜひこちらのアイテムもチェックしていただきたいなと思っています はい、続いて2位のアイテムをご紹介したいなと思っています今僕が着ているこちらのコートですねフーデッドコート僕はブラックを購入しました。 これも事前の動画でチェックをしていたかなと思うんですがこれは写真で見るよりも着た方がですね満足度が高かったかなというふうに思っています僕は結構こういったフード付きのコートが好きなんですね、まあ、先ほどのステンカラーコートも良かったんですけどもあちらは結構大胆に着丈が長かったんですね膝下 10cm ぐらいあったんですがこちらに関してはもう少しスッキリめの着丈になっていましてちょうど膝位置ぐらいになってるんですね ですので足さばきもいでででですしすすすしごく軽量なんですねですのでこちらは子供と遊んだりする時にサクッと羽織れるようなすごく使い勝手の良い,いコートなのかなというふうに思っています素材はナイロンとコットンを混んしてるんですけどもちょっとスポーティーな感じがしつつもカジュアルになりすぎないような絶妙なバランスで これはですす。ね、使いいいいい勝手がめちゃくちゃゃくのかなという,ふうに思っています、まあ、サイズ感に関してはそこまで大きめということはないんですが僕は通常サイズである S を購入をしています、まあ、タイトすぎずにるすぎずにというところで結構ですね、大人の男性にも着やすいアイテムなのかなというふうに思っています、まあ、寒い時期だったらニットの上にこういったコートを着るのもいいかなと思いますし暖かくなってきたら今の僕のようにですね、シャツの上にですね、さらりとこのようなアウターを羽織るのもいいかなと思うので意外と使い勝手がいいんじゃないのかなというふうに思っています 実用性と今っぽさを兼ね備えたアイテムとしてはこれが事実上の1位なんじゃないのかなというふうに思ったりするんですがこのあとですね僕の中でも予想してなかったアイテムが1位になっていますのでそちらもぜひ楽しみにしていただければなというふうに思っています。はいということでお待たせしました。今回でででですすねねユニクロ U で買っった中で僕がが、ね、番気に入っているのが こちらのコートになるんですねこれはですね事前の動画ではですね解説してなかったアイテムなんですね。というのもこちらはメンズのアイテムではなくて 女性ものになってるんですね商品名はトレンチコートとなっているんですけども正直ですね僕たちが想像するようなトレンチコートとは全くデザインが異なるかなというふうに思っています通常トレンチコートというとボタンがしっかりとついているものが多いかなと思うんですがこちらのトレンチコートに関してはボタンは基本的に内側に留めるものが一つあるぐらいですごくシンプルな構造になってるんですね僕自身はははトトレンチコートというよりはこれはですね 剣コートと呼ばれるようなトレンチコートの原型と呼ばれているようなコートがあるんですけどもそちらにですねデザインは圧倒的に近いのかなというふうに思っています今日ですねユニクロ U のアイテムを一通り買ってお店を後にしようとしたんですがその時ふとですね女性もののアイテムはどうなっているのかなというのが気になったんですねそして最後に試着したのがこちらのコートだったんですがこれがですね試着してみたら めちゃくちゃ良かったですねまあ、今期のユニクロ U の中でぶっちぎりこれが一番良かったかなというふうに思っていますまあ、先ほどもお伝えしましたがこちらはトレンチコートというよりは体力圏コートに近いような形になっていましてまあ、体力圏コートというとコモリという日本のブランドがあるんですがそちらの体力圏コートはおしゃれ上級者の方がですね結構こぞって買うようなアイテムなんですね そちらとですねね結構デザインがよく似てるんです、ね、ですすので僕も着た瞬間にですねめちゃくちゃテンションが上がりましたねそして色もめちゃくちゃいいんですねダークグレーという表記になってるんですがその中にもちょっとダークグリーンのようなすごく品のいい色合いも感じますしなかなかですね言葉で表現するのが難しいようなすごく色合いのバランスがいいんですね今回買ったさまざまなユニクロ U のアイテムの中でも トツですね素材の色の感じが綺麗だったのでこれはですね大傑作なんじゃないのかなというふうに思っています今日ですねこのコートに気づかなかったら僕はめちゃくちゃ後悔していたかなというふうに思っていますちなみにサイズなんですがこれかなりゆったりめですよね僕が買ったのは女性ものの S サイズなんですね僕は身長1 6 4センチ5 5 k g で結構小柄なんですけどもまさか女性ものの S を着るとは思ってもいませんでしたまあ、最近はトトレンドがビッッグシュレットになっているので女性 ものに関してもかなりゆったりめのものも出てるんですがこちらはですねかなりゆったりめのサイズ感になってますので結構平均体型の男性でも。 女性ものの M で問題なく着れてしまうのかなというふうに思っています。着丈も結構長いので、これはですね、子供と遊ぶときにはあまり着れないかなとは思うんですが、ちょっとおしゃれをして出かけたいときにはものすごく重宝するアイテムなのかなというふうに思っています。これはですね、僕自身全く想像してなかったアイテムなので、すごく満足度が高かったかなというふうに思っています。なかなかですね、僕ら30代40代の大人世代が女性ものの服を着るということは多くはないかなと思うんですが、このコートであれば間違いなく男性 でも似合いいいいやすすかなという,ふうに思っていますもちろんですね万人受けするようなものではなくて結構おしゃれが好きな方向けのアイテムかなと思うんですが今回のユニクロ U の中では断然僕が気に入っているのでこちらを1位とさせていただきましたお店ですとかオンラインでこちらの商品をチェックしていただければなというふうに思っています はい。ということで、今回の動画では、今期のですね、ユニクロ U の新作の中から、僕が実際に買った6点をですね、カウントダウン方式で順位を発表させていただきました。まあ、どのアイテムもですね、すごく使いやすくて、これからの季節はですね、大活躍してくれるかなというふうに思っています。まあ、ユニクロ U のアイテムというのは、結構ですね、定番化してきているものもあったりするんですが、その中でもですね、驚きのあるような新商品がいっぱい出てくるので、なかなかやめられないですね。今回は総額6万5千円ぐらい使ったかなと思うんですが、 僕の中でもすごく満足度が高かったかなというふうに思っています今回ご紹介したアイテムは30代40代大人の男性にはですね すごく似合いやすいものかなと思うのでぜひですねオンラインですとか実際の店舗で皆さんにもですね見ていただきたいなというふうに思っています、まあ、それぞれのアイテムについてもう少し深掘りをしてみたりだとかコーディネートのバリエーションについて今後はお見せしたいなと思いますのでまた明日以降もユニクロ U のアイテムを使ったコーディネートをですね動画で解説をしていきたいなというふうに思っています長い動画になりましたが最後までお付き合いいただきましてありがとうございましたまた次回の動画もお楽しみに。